つま先上がりの時のポイントは短く持って、はい、開閉をこれもまた押さえて、はい、さらに押さえて、さらに押さえて、あと重心がバランスとる程度のつま先、バランスとる程度のつま先、はい、皆さんもぜひつま先上がりのラインになった時はぜひやってみてください。これね、でも本当にできないんですよね。そうなんですね、はい、そっか、はい、こう、うまくできてる感じが、はい、素振りですらうまくできないです。これダフる原因としてやっぱりヒュンさんはアウトサイドイン機能なんですよ、やや、で、手から下ろしちゃうんですよ、うん、その下半身でバッて開く、そしたら絶対ダフらないんですよ。できなそうなんです。じゃあここで終わりますこれは、はい、なんかあんだけ普段バチバチいい感じで回ってるけど、はい、ボール置いたら打てるイメージがないって結構意外でした。あ、本当に、いつも、うん、多分動画でもつま先上がりの時ミスしてるから、あ、でもこれでもダメですね。これぐらいのつま先上がりでもちょっとまあ短いアイアンは大丈夫なんですけど、長いアイアンになると。なるほど。ジュンさん、ピンに対して構えてもらっていいですか。あ、なるほど。ピンが右向いてるので、はい。画像で分かります。うん、分かる。右向いてます。はい。フェンスもオープンだし、右向いてるんですね。ワンピン右ですね。はい、ワンピン右で、はい、これ右向いちゃうとかなりダフるんですよ。オープン気味で構えた方がいいです。でオープンにしてもファンがオープンになっちゃってるとあんまり見なくて、この状態で70台出てるんだったら相当うまくなりますよ。怖いですね。はい。もうミス、ミス出ますもん。ミス出て80台では回ってきたんですよね。はい。うんうん。70台です。これで。シエさんのおかげ。でも、つま先下がり攻略したいな、ジュンさん。つま先上がり。はい。はい。そうなんですよね。何か打てないですよ。めちゃめちゃ右向くんですよ。フェースも体も。うん、うん、うんうん。確かに左行ったら右は向くんですけども。はい、体圧よりおそらく右向いてるので、うん、そうなると体の回転って止まるんですよ。一時的だからそれで体開いて打ってみたいとかしたことあるんですよ。あえて開いて、はい、そうですか。なんかそっちの方が抜ける感じは、はい、しますね。物理的にそっちが抜けます。そうですそしたらジュンさん、まあ、というかここをつま先上げなんで打っていったらどう。今からちょっと練習で、はい、これもつま先上がりの。いやいや、つま先上がり。ちょっと構えたら止まってください、ね。めっちゃ左に向いてる気がする。打ってます。はい。やばい。直してます。はい。そうすると絶対ダフらないんですよ。確かに。ジュンさんの場合って今なんでトップしたかっていうと、右向いて左に打とうとしてることが多いので、うん、そうなると腕って伸びるんです。はい、うん、右向いて左に打たなきゃいけないから、はい、腕伸びるんです、うんうんうん、ちょっとやってみてください。あのイメージ、右向いて、右向いて、思いっきり右向いてもらって、うん、だけど左に打たなきゃいけない状況でインパクト迎えてください。すごい、このぐらい、はい、じゃあ打っていいですか。で、インパクトに止めてください。え、止めて、左に打たなきゃいけないから、そうするとダフるんで、うん、起き上がるっていう癖がついちゃってます。微妙にね。そうなんですよ。クッてやってるんですね。はい、
なので向きを変えた時にちょっと届かない。うん、なるほど。そう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 、行くぞ。はぁ、ちょっとあれ持ってきて。ゆうさんの中でまた下がり、上がり、上がり感じます、感じます、感じます。嫌ですもん。じゃ大げさなことやってもいいですか。はい、ゆうさん、そしたらあの左のバンカーの右スレスレぐらい向いてやってください。そうです。フェースの可変を変えながら、はい。おお。めちゃめちゃいいの、わかりますか。すごい綺麗だった。かかりない。かかんない。いつもかかっちゃうけど、今全然かかんなかった。え？すごい。行っちゃう？さっきのところ。いや、やめとく。できない、できない。あそこも右見たんだよ。うん。そうですよ。それよりも左、左ですね。そうです。そうで。フェースのオープンは絶対しないです。はい。うわ、おお、すごい。やばいじゃん。やばい。何それ。こうなると70代ですよね。確かに。やば。おー、すごい。やばいじゃん。やばい。何それ。わー、ちょっと初めての感覚ですね。すげえ。すごいですね、先生。やばい。上手だから、男性と同じレッスンで行けます、ジュンさん。やば。私もうこれ、もう怖くて、こう、多分こんぐらいで向いて、あ、しゃぶってた。あー、怖いっていうか、なんだろう。見てると、でもやっぱ後ろから見てると、やっぱそれだと、ちょっとなんかダフりそうな。なんか、でもわかる。やべ。うん。ダフりそうな感じする。うん。じゃあもう本当にもう左向くぐらいの気持ちで向いて、はい、こんぐらいか。なんかそう、なんかね、そうヘッドがつまんなそうなイメージがある、うん、後ろから見てると。いや、めっちゃ抜けいいですもん。そうするとつま先上がりが得意になってくるんですよね。ああ、そうですね。わあ、まずはね、短い距離から克服でということで、ありがとうございます。はい、すごい、すごいですね、本当に。うん、めっちゃスピン効いてる。はい、え、クラブは52です。あ、ちゃんといいクラブ使ってましたね。ダイナミックゴールド。やばいですね。これ女子が使う、やっぱこういう時代なんだね。うん、ダイナミックゴールド。すごいですね。重いよね。でもなんかいいんですよね。やっぱウェッジは重くていいですよね。うん、女性もね。そうです。女性のクラブのウェッジ使ったことありますか。いや、もう曲がっちゃって、曲がっちゃって、なんて入ってこないから。そうなんですよ。そう、これ言ったら、各メーカーの人にめっちゃ怒られるんですけど、女性の、大丈夫です、飛行機です。女性のレディースクラスのサンドが、大逆に病人じゃないかってぐらい、じゃ思います、思います。なので、もう全国の女性は S だけ、変えた方がいい、変えた方がいい。あれで、さ、バンカーだってなくないですか。そうなんですよ、さすがジュンさん。うん、振りに行けないし、よかったです。なので私、58だけ持ってきたんですよ。あ、もしかして、ジュンさん、S 持ってきたらどうしようと思って、いや、ダイナミックゴールド。そうですね、バッチリでしたね。だからか、なんで持ってんのかなと思ったんですよ、1本だけ。あの、リリースクラブの S を持ってこられたら、いくらレッスンしても結構難しいです。なるほど。そうですよね。なので私は車の中にいらないサンドを結構置いてて、お客様からいらないサンドないですかって聞いといて、うん、もらっといて女性の方にあげてる。ああ、なるほど。すごい。ということで、まあ、58本だけでもね、であった方がいいです、いいと思います。私も、うん、私も最初14の中古クラブ2000円で売ってたのを1000円にしても。すごい安くないですか。半額2本で2000円っていう
それでもいいから買った方がいいんですよ、うん、でもめっちゃ良かったです。やっぱり女性クラブはちょっとやばい、やばいですね、やばい、うん、怖いですよね逆に、あの下入っていかないんですよ下に。そうですね、入っていかないですよ。叱らない女性に下入らないクラブで、うん、あ私バンカー苦手ってなっちゃうと、うん、ゴルフも面白くなくなっちゃうので、はい、そうですということで、じゃあバンカーに行きたいと思います。はい、繋がりましたね、繋がりました、はい。でもあのピンに寄ったショットはすごかったよ。すごかったね、すごかった、うまかったよね。かぁ、玉先上がり、もっと開けたよ。最大のポイントはあのやっぱ右向いちゃってたことですよね。そうですね、うん、怖い時多分右向きがちなんですよね。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あとですね、ビンゴルフの LINE アット開設しましたので、概要欄から登録お願いします。シュウさん、ありがとうございました。ありがとうございました。